トロイ・ダニエルズは、アメリカ合衆国、バージニア州ロアノーク出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード。ビクーで4年間プレーしたが、ドラフト指名されることはなかった。2013年の NBA ドラフト終了後に、シャーロット・ボブキャッツの一員として、サマーリーグに参加し、2013年9月30日に、ボブキャッツと契約したが、10月10日に解雇された。 その後10月18日にヒューストンロケッツと契約したが、同月26日にまたも解雇され、D リーグのロケッツ参加の下部チームへ移される。D リーグでオールスターゲームに選出されるなど活躍し、2014年2月21日にロケッツと正式契約し、3月5日のオーランドマジック戦で NBA デビュー。シーズンでは15試合に出場した。 プレーオフにも出場し、1回戦のポートランドトレールブレイザーズ戦の第3戦で決勝の3ポイントシュートを決めた。オフに FA となったが、7月15日にロケッツと2年200万ドルで再契約した。2014年12月19日、3チーム間のトレードでミネソタティンバーウルブズに移籍した。2015年2月10日、モーリス・ウィリアムズと共に、 ドラフト指名権などとのトレードでシャーロット・ホーネッツに移籍した。2016年1月25日のサクラメント・キングス戦でキャリアハイとなる28得点を記録した。2015から2016シーズンオフに FA となった。2016年7月12日、サイントレードでメンフィス・グリズリーズに移籍し、グリズリーズと3年に1000万ドルの契約を結んだ。 2017年9月22日、ドラフト指名権とのトレードでフェニックスサンズに移籍した。2018から2019シーズンオフに FA となった。2019年7月7日、ロサンゼルスレイカーズと1年210万ドルで契約した。2020年3月1日、レイカーズから解雇された。2020年3月5日、 デンバーナゲッツと一年46万ドルという破格の金額で契約した。ありがとうございます。